ちょっとした工夫やアイデアで心地よく過ごせる家づくりをお手伝いする番組、住まいの神アイデア。お家ですか？わ、おしゃれ。畳なんです。今回は6年かけて自宅を DIY でリノベーション。どうも、アルミカンです。筋肉バキバキの赤坂と緊張でガチガチの高橋です。いや、そんなに緊張してないよ。もう30回目ですよ、この番組も。あ、そうですか。すごいです ね。今日は枚方にやってきました。いや、なんかちょっと団地に囲まれてますけど、何するんですか？今回は6年かけて DIY で自宅を個性的なお家にリノベーションしたという達人です。6年かけて個性的に、それは楽しみですね。じゃあ行ってみましょうか。はい、行きましょう。2人がやってきたのは枚方市にある山田池住宅という1970年代初頭に建てられた分譲型の懐かしい団地。こちらに今回訪問するお宅が、ガチ団地に登ってきました。でもこちらですね。あ、なるほど。ちょっとおしゃれな感じが漂ってますよ。では、すごい、はい、ピンポンします。はじめまして、中島さんですか？はい、そうです。 DIY の達人ですよ。いや、達人じゃない。6年かけて自宅を丸ごとリノベーションしたという DIY クリエイターの中島かほるさん。さて、どんなお宅なんでしょうか？え、もうすごいんやけど、何ですかこの空間。ドアももうさ、いい雰囲気やね。こっち側はえらいことなってますやんか。そう、外側は一応共有物なんで、はい、団地の規定で大規模修繕の時に決まった色を塗られる。なるほど、なるほど。中は好きにできる、はい。もうできるところは余さずやってるわけですか？まあ一応好き勝手やってますね。言い方が良くない。これとかもわざとちょっとエイジング加工して、ここだけちょっと色変えてポスター貼ってるみたいな雰囲気にして、団地の扉の雰囲気とうまくマッチしてますよ。もう鉄やからね。なんかもう扉で満足してる。そうやね。そうですか。じゃあさようなら。いいですか、入らせてもらって。どうぞどうぞ入ってください。お邪魔します。わざわざ。ちょっと待ってくださいよ。お家ですか？お家です。いやめっちゃかっこいい。どういう空間？コンセプトとかってあるんですか？自分の好きなものみたいな、工業系とか、はい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 、インダストリアル系とかが好きなんで、DIY ってちょっとナチュラル系なイメージが今まで強かったんですけど、ちょっとなんていうんですかね、まあ、言い方あれですけど男らしいと言いますか。壁とかもこれ、これね、造形してる人がこのドア見てくれて、はい、見に行きたいって言ってくれて、で造形してくださいよって言って、で一緒にやらせてもらった。造形専用のギルトセメントっていうのがあるんですけど、ギルトセメント、それをまあざっくりガーって塗ってもらった後に、版画置きになった時にコテでこうバーって筋入れて、このレンガを作っていく、はいはい、うわ、もうちょっと DIY の域じゃないね。ここはね、で仕上げはそのプロの人がこうなんかレンガが削れてるとことかはもうバーってやってくれて、すごい。であと色塗るだけやねっていうとこやったんですけど、なんかここの雰囲気にはこのグレーでいいかなと思って、もうそのまま塗らんままで来ました。横は全部木張りですけど、これは自分でされたんですか？そうです。これもともとコンクリート躯体なんで、その辺のところに合わせながらこっちもちょっと出して、あの給水管が後付けで入ってるので、それを見せたくなくて、だからこの板張りは三男にちょっと手伝ってもらいました。息子さんも一緒に。いや、ちょっとすごい、手伝ってって言って手伝ってもらいました。これ給水管を隠すとともにちょっとしたこれ、あ、そうです、これは入るようになってるってこと。配電盤が、配電盤か、まさかの配電盤隠れています。すっごい、ちょっともう玄関だけでも終われそうなぐらい見るとこあるけど、ちょっと終わりましょうか。奥行かせてもらっていいですか？どうぞ入ってください。こちらが今回のリノベーションで一番手間をかけたというキッチン。でもキッチンはやっぱりちょっと団地サイズは団地サイズですよね。もともとはその壁付けにこういう I 型でキッチンがあって、方向も変えたんですか？そうですね、排水の関係があるんで、
ほんま対面式とかにしたかったんですけど、うん、これ自分でされたんですか？ここはこういう設備関係はもうプロの人にお願いしたんですけど、この造作のキッチン台とかのちょっと難しいところは大工さんに一緒にやってもらって、はい、仕上げは全部自分で壁塗ったりとか床張ったりとか、あと細かいところは自分でやってます。給湯器もうまく隠して、これそうなんですよ、これがどうしても外せなくって、給湯器がでも見せたくなくって、ね、でガス屋さんこう塗ったらまずいですよねって言って、うん、おすすめはしませんって言われて、はい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 、で息子がちょうどたまたまちょっと仕事で溶接するっていうから材料持って行って、ここ溶接して溶接下手やけどいいんって言うから、でもいいねいいねいいねって言って、だからちょっとこの辺がもう雑なんですけど、いや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 、これが逆にエイジングしたらちょっと口とサビになるんだから、ちょっと軽く隠れてるだけでちょっと雰囲気が変わるんで、うんうんうん、めっちゃおしゃれです。給湯器とか分からないです ね、うん、うわー、でもなんかうまいことこれレンジとかもハマってますね。そうですね、すここに入れたいっていうのでサイズ決めた時にここに電子レンジ入れたいとかっていうのはあったんで、え、コンロないなと思ったら、コンロありますよ。そう、ここ開けてもらって、いや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 、隠れてた。こっち油跳ね、帽子もなってるし、まあ、IH なんで、はいはい、あのガスじゃないんで終わったらもうパンって蓋して見えないように。めっちゃいいですね、うん、したら台にもなるしね。そうなんですよ、ちょっと調理台にもここ座ってこうお茶飲んだりとか。ほんまですね、うわーしてますね、すごい、なんかこだわりにあふれたキッチン、ちょっとやりすぎちゃいます。やりすぎ、確実に、ね、なるべくこう配線とか生活感が出るものはなるべく隠したいからっていうので、うん、うわ隠すね、発想浮かばんわ。これ何なんですか？あ、これタイル。ここもしかして鍋置いたりとか。あ、鍋置いたりできるんで、いやだからもうめっちゃおしゃれの中にちゃんと使い勝手はこう主婦の目線も入ってるわけよ、ね、確かに、すごー、こういうのないもんな、いいアイデアですねこれね。そうですね、ちょうどこう置けるんで、うん、キッチンペーパー入れがこれ、いや見て、これも、うん、なんて言うんですっけこれ、しまいた、しまいた、これ、うん、あの大前さんで端材であるやつもらってきたんです。大前さんうち大前ブランドいっぱいあります。大前さんもこのロケで行かせてもらったところですね、うん、これも大前ブランドやし、見たことある。いやちょっとみんな知り、お知り合いなん、あ、そうです、みんな知り合いなんで、 DIY の横のつながりってすごいんですね。おかげでこう領域が広がったというか、いろんなことに挑戦でき、今まで木工だけやったのがいろんなことに挑戦できるようになったりとか、すごいいいことばっかりで、あ、 DIY で知り合いが増えたことで、うんうんうん、へー、なんかそういう楽しみもあるんよね、うん、極めていくと。あ、そうですね、うん、そしてキッチンにも何やら立派な扉が。ここからどこ出れるんですか？ここ出るとあのベランダに。あ、これベランダ、あ、うわー、横にあのでなります。あー、そういう、洗濯もあります。いやいや、あ、ちょっと待って、ベランダまでおしゃれ。そこね、孫ちゃんがあの夏になったらそこで水遊びするんですよ、ちょっとバケツ踏んで、はいはい、孫ちゃん、おばあちゃんなの？私も還暦なんで、還暦 DIY バーバーで行ってます。いやいや、バーバーめっちゃ美魔女ですよ。いや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 、見た目も感性も若すぎるでしょ、うん、これね、ここね、あの隙間風がある。確かに冬めっちゃ寒いんですけど、うんうん、これ一応まあ隙間もありますけど、これ閉めることで、はい、こっちとこっちの温度7度ぐらい違うんですよ。これだけで、こんなガラスじゃないのに、ね、これ空中ポリカなんで、結構あの二重扉とかの間に使われて、この空気層があるんで、なるほど、押してくれるんですね。そうですね、滑車で釣り扉です。釣り扉になってんのか。釣り扉になってます。レールが下じゃなくて上にあるってこと。上にあの引っ掛けて開けれるように、はい、マジでインダストリーっていう感じやね。うわ、すごい、アイディアがすごいですね。これもあのホームセンターで買えるんで、この滑車、ホームセンターにこんなん売ってるの。そうです、滑車って言うと売ってるんです。うまいこと使ってる。キッチンから連なるリビングにも中島さんのアイデアが詰まっています。狭いですけどリビング。いや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 、わ、おしゃれ。床いいな。あ、床ふわふわしてる。あのね、畳なんです。え、
畳。畳？全部畳です。全部？あのこことここと息子の部屋は畳です。畳？はい。さすが結構古い団地ですね。そうです。もう築50年過ぎてるんで。もう買った当初ボロボロやったんですよ、はいはい、結構畳もささくれてて、でどうしようかなと思って、もう古いし破れてるとこいっぱいあるし、まあええかなと思って、それからバンってあのウッドカーペット、あのくるくるくるってこう一枚になってて、あ、じゃあこれはあれか、一枚ずつ貼ってるわけじゃなくて、そうです、くるくるくるってやつをカラカラカラって、あの絨毯引くような感覚でそれが綺麗できてて、畳外しての下はダメやったんですか？やり始めたからそこまで知識なかったなかったのとその畳処分するのってすごい大変じゃないですか。結構18枚あるんで、なのでもう手軽にバーって、いい意味の雑さも DIY のコツなんですよ。やりすぎるっていうか、きっちりしすぎるともうしんどくなってやらなくなるんで、少々歪んでても少々隙間あっても見た目ちょっとなれば満足っていうところで、これ壁は壁紙です。コンクリートの壁紙。壁紙でこんなあるんや。あります、いろいろあります。めっちゃいいですね、コンクリート。この部屋の壁紙だけはやった当初から何も変わってないです。逆に他のところはどんどん変えてるってことですか？キッチンも元々からちょっと綺麗にして、あの扉とかも変えて綺麗にして、そこからこの状態になるし、玄関も最初に張ったとこから今の状態に2回ぐらい変わってるし、トイレも2回か3回ぐらい、洗面所とかも変わってる。めんどくさくないですか？そんな変えんの。だから趣味が変わってくるっていう、好みが変わってくる。こちらの壁にはさらなる DIY の痕跡が。ここコンクリートやから、やっぱり釘打ったりとか、はいはい、ビス打ったりとか何もできないんで、はいはい、ここだけ出っ張ってる上とあります、ね、をちょっと面合わせて、はい、ご飯貼って、だからここはあの板張ってんねや。だからビスが打てる。ビスを持つためにここからの針からずっとつなげて一個こうちっちゃい垂れ壁風。なるほどなるほど。これこういうのつけれる。そうです、ここにつけれるようにして。おしゃれ。これとかもつけてるわけ。何これ？それあの多分ソファーのスプリングマット。ソファーのスプリングマットここにつけたんですか？アンティークとかヴィンテージ品に凝ってて、いろいろこうヤフオクとかでいろいろ探して、あ、もうここしかないかなって。これがいいアクセントになってますね。そう、ここがちょっといい壁、グリーンとかをこう上にやっぱり持ってこれるっていうのいいですね。あ、そうですね、グリーン持ってこれるのいいですね。確かに癒される。うわ、おしゃれ。出た、はい、これはラブリコじゃないですか？ラブリコですね。つけれる場所が自由じゃないですか、はいはいはい、壁があれば壁に打ち付けられるけど、壁がないところにってなるとやっぱラブリコ便利ですね。しかもこの使い方もね、やっぱちょっと揃ってるんですよ、ね、ここに普通の板、私たちはめるやり方を学んでたけど、この板自体も面白い木をね。あ、そうなんです、選んでますね。それもちょっとあの木材屋さんでいただいたちょっと変わった木をめちゃめちゃアレンジして作ってますわ。ラブリコ、ね、一番苦労されたところってどこなんですか？あのね、天井がやっぱりあの古くて、ちこちこ塗装が剥げてきてて、まあ、ちょっと埃あるかってこう掃除機でこう擦ったりしたらポロポロポロって、あ、天井がボロボロしてくる。あの塗装が剥げてきてると、はい、ここもコンクリートなんで、塗装が剥げてるとこでちょっとコンクリート見えててすごいいい感じだったんで、よし剥がそうと思って、でもうこんな状態やから軽く剥がれるやろうと思ったら、なんかしっかりくっついてるところは剥がれへんくて、すごい針に憧れてて針もつけたくて。つけたんですか？これつけたんや。あのその時50肩マックスで上がらへんのか必死で上げて、で突っ張り棒でグワーって押さえて、で2日に分けて。そうや、ちょっと忘れてたけど還暦やね。すごいっしょね。すごいですね。もうまず こんな状態しか手上がらへんかったのに、もう必死で上げて、そこまでしてこの針をつけたいのはなんでなんですか？憧れ、なんかね、針のあるお家ってすごい憧れてて、
まあ、でもいい感じやもん、ね、でも確かにないっていうか張りがあるからこういうもうぶら下げられたりとかもするので、結構見上げた感じ好きです。確かにすごいな、天井が遊び心満載やもんね。そのやってる間とかは生活は、ここやった時はちょうど息子が海外の長期出張入って半年ぐらいいなかったんですよ。もう今しかないと思って、ここと息子の部屋と、だからもうテレビとかもずっとカバーかぶったままやし、もうこっちの部屋なんか段ボールに埋もれて寝てたし、仕事しながらやったんで、昼間は音出る作業、夜な夜なペンキ塗ったりとか夜な夜なしました。やり始めですごい楽しかったから、うんうん、もうそんなんしんどいとか明日仕事やとかそんなん関係なく、ちょっとこう出来上がってくるともう嬉しくて嬉しくて。 CM の後、中島さんがボランティアで作ったリノベーションカレー。あ、すごい、6年かけて自宅を DIY リノベーションした中島かほるさん。自宅だけでは飽き足らず、町工場をカフェにリノベーションするプロジェクトにも参加。あ、すごい、おしゃれ。これがもともと工場。元は金属塗装会社の工場だった建物を5年前に DIY でカフェにリノベーションしました。ちょっと失礼いたします。あ、すっごい素敵なカフェじゃないですか。いやすごい、なんか壁もおしゃれ。これはあの、うん、ペイントクリエイターのガミさんっていう人がいるんですよ、めっちゃ有名な、はいはい、どこが DIY なんだろうって。これ全部ですよね。全部です。もうこのカウンター、カウンターも、ここのカフェも、ね、すごい。これ作ったんですか。これ作ったんです。めっちゃ苦労して。え、すごい、ほんまにプロの人なしで作ったんですか。うん、なしです。すっごい、何人ぐらいで。だから最初は 20〜30人集まって最初の頃はやってたんですけど、まあ最後の方は1人2人5人とか、まあこれやってる時はまだ10人ぐらいとかは来てくれてましたけど、奥まで結構広いけど、でもなんか雰囲気がちょっと中島さんのお家とちょっと、多分ここの店主と好きなもんが似てるんで似通ってるかなと思います。工場感とかも好きな感じですもんね。だからこの工場とかこの倉庫っぽい部分も残しながらのってことですよね。それは残すっていうことを前提にやろうっていうことをやったんで、はい、もうその辺は残して、で作らなあかんところは作ってみたいな感じでやってます。いやでもなんか雰囲気がね、中島さんのお家っぽいと言いますか、全部おしゃれですよね。床も芝板を引き詰めて。うわ、芝板めっちゃ使うやん。短いやつを提供してもらえたんで、これをみんなでひたすら貼ったみたいな。なるほど、だから結構大きさがまちまちなんですね。規模感が、そう、 DIY じゃないです、業者ですけどね、うん、いや DIY です。 DIY なんですかこれは。どなたですか。知り合って DIY でお店したいんですっていうことで一緒にやりだしたゆうきちゃんです。もともと隣の金属塗装の会社でパートとして働いてて、でここがもともとその工場として運営してたので、はい、あの働いてたんですよ、ここで普通に作業したりしてたんですけど、うんうんうん、廃業するっていうことになって、何か他に使えないかっていうことでカフェ作りますってスタートしました。一パートさんやったわけですよね。そうです。がやりましょうって最初だから、本当にここを片付けるとこから一人でスタートして、もう壁を洗浄とか誰か手伝ってもらわないと無理だなっていうことを SNS で発信して、いろんなこんなことやってますみたいなのをやってたら、まあつながって、そこから広がり、他にもいろんな DIY の方たちが集まってきたってこと。そうですね、結構みんな好きな子が集まってきて、結構集まってくれたよね、うん、ほんまに。それけどみんな無償でやってました。あれはボランティア、はい、お昼ご飯だけでやってました、ようやりましたね。そんなあのめちゃめちゃ簡単に考えてたんです、まあ、壁塗ったりとか、はい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 、ちょっとした小物作ったりとかだけやと思ってたから、はいはい、手伝うよって言ったら、言ったね、まさかカウンターまで作るようになると思ってなかったです。どういう風にこう学んでいったと言いますか。私よりも先にやってる方がブログとかインスタとかで、この勘でこんなんできんねやみたいな、塗ったらこんなんなるんやっていうところから、
始まったんです。参考にして、じゃあもう身を見まねと言いますか。そうですね。じゃあちょっと DIY 始めようと思われてる方とか、ちょっと始めてるけどあんまうまくいってないって方、中島さんに声かけたりしていいんですか。もう全然もう来てくださいって感じです、今回の住まいの神アイデアはここまで。次回は YKKAP のショールームで最新の玄関や窓をご紹介。さらに番組では住まいの悩みを解決してほしい方を募集中です。住まいに関する達人や専門家がアルミ缶と一緒にお悩みを解決いたします。お悩みやご意見の投稿はこちら、住まいの情報サイトすみかまで。住まいの情報サイトすみかでは DIY やインテリア、整理収納など快適で自分らしい家づくりのアイデアを紹介しています。番組の内容も掲載していますので、ぜひ。